干潮時の沖の島の円形大魚神社会中鳥居付近から撮影沖の島は、佐賀県富士津郡多良町の有明海にある島。岩礁、佐賀県内の有明海では、唯一の島とされる。沖上大明神が鎮座するほか、お島さんの伝説で有名であり、沖の島とお島さんが水産庁が2006年に、 選出した未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産100選に選ばれている沖野島の空中写真2008年3月15日撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成タラ町と鹿島市の境箱崎の東方5 5トルにある満潮時には水面下に没する干渉 男島、女島の二つの岩礁からなる。男島には孤立障害標識として、三池海上保安部が管理する沖の河野瀬投票が1950年に設置されている。女人近世の島で、女性は上陸できない。いくつかの信仰の場として知られる島。久保田町、久富の小串社久保田町、久富から三東八幡社の、沖島大民進したらだけ、大魚神社。 沖の島を結ぶ戦場に建てられた海中鳥居。昔、島にいた神が自分の神を沿って海に投げ込んだところ神は流れずにそのまま島になったという伝説があり、別名、小串島と呼ばれる。沖の島は古来より有明海を航行する船舶の目標物となっていたため、沖の島を祭神とし、海上安全や大量を祈願する小串信仰が生まれたと見られている。 お串信仰は、有明海沿岸一帯に広がっており、久保田町、久富のお串社、早津郷氏が神社境内のお串大明神石祠、鹿島市飯田古港神社のお串大明神記念碑、大卓馬の恩願山と呼ばれる、神屋敷など各地で見ることができる。一般には、恩願山などと呼ばれている。しかし、お串神が、どのような神なのかはあまりはっきりしていない。江戸時代の、 自善古跡縁起に、沖の女将は、天照太し神宮の王道と須佐の御子となり、水神にてござける、との記述がある。また、沿岸の七浦地区ではナマズを紳種として食べることを、近畿とする風習があることから、同じくナマズを紳種とする、豊玉姫女神や、弁祭天とする説もある。他に、胸形三女神や、つくよみ命であるなどの伝承もある。 江戸時代に干ばつに悩む村を救うため、雨乞いの願をかけた村娘、お島が海に身を投げた。間もなく島に流れ着いた遺体が発見されたところ、大雨が降り方策となったため、お島を島に建て祭り、雨乞いの神として信仰したという伝説があり、旧暦6月19日に、小城市や鹿島市、佐賀市久保田町など沿岸各地で、浮き律を奉納し、沖の島にあるお島の石像に、 おみきやおにぎりを奉納する神事、沖の島参りが行われる。雨乞いの神事であり、豊作を願うものであるため、沿岸部以外でも行われており、佐賀市金流の金流神社では50年に一度沖の島に、参る、お下りという信仰祭が行われる。しかし、沿岸部での浮き率は減少しており、内陸部でも佐賀市の八坂神社など祭りが途絶えて、しまったところも多い。 直近の海岸で浮遊が行われる鹿島市の道の駅鹿島には、お島さんの分身が祀られている。田良町の大魚神社には、悪大観に手を焼いた住民が沖の島に大観を招いて、主演を開き、酔った大観を島に置き去りにした。驚いた大観は竜神に助けを求めたところ大魚が現れ、大観は魚の背中に乗って生還した。感激した大観は、 魚の名を取って大魚神社を建て、神社から沖の島を結ぶ海中にも鳥居を建てたという伝承がある。この海中鳥居は引き潮の時のみ見られるもので、三十年ごとに混流する習わしが今に伝えられている。お串の由来については、和道年間に京器が鹿島の地に安虚した折、三田、釈迦、観音の山像を掘ってたらだけに収められた。その後、 左側の方に投げてできたのが黒髪山。右に向かって投げたものが、小串大明神の島とする伝説もある。ありがとうございます。